札幌オータムフェストはメインの食材を道内産とする決まりがありますが実行委員会によりますと先月8日から12日にかけて江差市町のブースで販売されたアワビの一部が中国産だったということですイベント関係者が衛生管理の検査でブースに立ち寄ったところパッケージに中国産と書かれた冷凍アワビを見つけたため町などに報告し営業を停止させました この間に販売されたアワビはおよそ300個で、このうち中国産がいくつ含まれていたのかは分かっていません出店していた業者は聞き取りに対して、別の目的で仕入れたものを間違って販売したなどと話していて、町や実行委員会が対応を検討しています。